大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。今回も6名参加の、6名のチャンピオンですね、が参加するチャンピオンカーニバル総当たり戦をお届けします。本日は4日目となります。ここまで各レスラー3試合を終えて、現在1位は、鈴木秀樹とマンモス佐々木が、4点の、同点、あ、そこにカムイも入ってますね。1位が4人いるというランキングを見ましょうかね。ちょっとあんまりあれですけどね、4点4点4点で、鈴木秀樹、カムイ、バオン、佐々木が並んでます。でその後にミスターポーゴが3点、ジアイスマンが2点、マグニチュード岸和田が1点という形です。で本日も3試合行いますが、まず第1試合が、鈴木秀樹対バオン佐々木の、ジーアイスマンですね。ジーアイスマンとの一戦です。では試合を行います。さあ、もう残り今日と明日、残り2試合となりました。今回のリーグ戦面白いのはこの20分という試合時間ですね。特にこの鈴木秀樹が、20分で、今のところ負けなしなんですよね。20分引き分けを2回行っています、前回の試合ではマグニチュード岸和田にかなり攻められましたが逃げ切って時間切れ引き分けと。ただ、誰でしたっけね、2日目の試合でしたよね、カムイには勝ってるんですよね。鈴木は今まで、ポーゴと戦って引き分けで、カムイと戦って勝利で、岸和田に勝利という形ですね。黒い全身タイツの方が、ジ・アイスマンですね。一発がある男ということですよね。じわじわ攻めていくタイプの、黒のショートタイツの鈴木秀樹と、一発必殺技が出れば試合を決めてしまうジ・アイスマンということですね。でジ・アイスマンが、今ここで勝つと、かなり番狂わせというか星取りが分からなくなってくるということになります。試合時間が20分ということですので、あんまりのんびりした試合をしていると、また、引き分け、時間切り引き分けの可能性もあるということですね。さあ試合時間は3分を超えましたが、まだ今のところ、このペースだと鈴木はスロースターターですから、そんなにこう攻めてなくても耐え切る力がありますからね。逆にジアイスマンは必殺技を出すところまでいけるか、前回もお話してますが、そのジアイスマンの必殺技の名前を現在募集しております。いくつか候補が上がっておりまして、この優勝関係なくね、勝敗には関係なく、このリーグ戦が終わったらジアイスマンの必殺技、正式名称はリバースゴリースペシャルボムですね。この試合で見れるかどうかちょっとわからないですけども、必殺技です。それが、出たら大体の試合を勝ててしまうという技ですね。それが見れるかどうかが分かりませんが、その名前を今募集しています。ジ・アイスマンというレスラー名に、なぞらえて何かこう考えていただけたらと思います。さあ試合時間は5分を経過しましたが、ここまではジ・アイスマンの方がやっぱりちょっと手数では押しているのではないでしょうか。さあ鈴木の方は、腕を一点集中していくのが得意なレスラーなんですが、ここまで腕を締めてる、素振りというかあまりないですよね。ちょっとスロースターターすぎる気もしますが、でもこれまでのね、3試合を見てると、鈴木がだいたいいつもこういう試合の流れで、じわーっと相手の技を受けてからっていう、プロレスラーの鏡だってね、この間コメントもいただきました。本当にありがとうございますね。その鏡となる鈴木がどういうレスリングのお手本を見せてくれるか。さあ試合時間は7分を超えましたが、さあバックを取ったのは鈴木ですが、
アイスマンが丸め込みます。まだ鈴木も、鈴木のピンフォールをなかなか取られる姿って見たことないんですよね。まあまあ、 あのシングルチャンピオンですから、ノーマルルールでのチャンピオンですから、そう簡単には負けることはないと思うんですが、まあ、このリーグ戦が終わったらちょっと、全チャンピオンの、タイトルマッチをしようかなと思ったりも思わなかったりも、さあ腕をちょっと取り始めたのは鈴木ですね。このペースになってくると鈴木が腕をどんどん取り始めるんですが、ジアイスマンは、それを防ぐことができるか。さあ試合時間は、20分1本勝負ですから、さあ丸め込んだのはアイスマン、カウント2まで入りましたね。まあ途中になれば、おっと鈴木が、ここで、2ムストンで落としていきましたね。これは結構なダメージがあるでしょう。まあ単発ですからそれほどではないかもしれませんが、一気にここは鈴木が攻めるかもしれません。そうですね、しかしこれはブレイクになるでしょう。話の途中になりましたが、砂漠レフェリーは和田恭平ですね。一番公平なレフェリングをしてくれます。さあ間もなく試合時間が10分、折り返し地点ですね。相変わらず鈴木スロースターターです。あっと出ました、いいですか、これですよ。しかしこれを返せるか。試合ちょうど10分、試合時間ちょうど10分、あーっと決まってしまいました。あの鈴木が初めて3カウントを取られました。やはり、いやこれは名前をつける価値があるでしょう。ジアイスマン、やはり噂通りの必殺技リバースゴリスペーションボンボで、決めてしまいましたね。いやここまで負けなしだった鈴木が初めて負けました。試合時間10分10秒、リバースゴリースペシャルボムでジ・アイスマンが鈴木秀樹を、下した試合です。ちょっとじゃあ点数を見てみましょうか。これで鈴木が負けましたから4点止まりとなりました。逆にジ・アイスマンは、2勝目ですね、これで。で、残り1試合ですから、ジ・アイスマンは勝ったとしても、6点、ああそうか、そうなるわけですね。あ、ということは、3試合終わった時点で鈴木秀樹とジ・アイスマンが並んだということですね。さあ、今日は残り2試合、行います。次の試合がミスターポーゴ対、岸和田ですね。マグニチュード岸和田です。ミスターポーゴは3点ですから、これまだ勝てば、まだ、これ勝ったら5点、あそうか、これ勝ったら5点ですから、一躍ポーゴが、3試合終わった時点ではトップと。で、対するポーゴと戦うのは岸和田ですね。マグニチュード岸和田は、今1点ですから、これを勝ったとしても3点、ちょっと苦しいですね。さあでもちょっと混戦になってきました。さあ、どうなるか分かりませんが、一旦お別れして、2試合目の、実況をしたいと思います。よかったらまた見てください。ではまた。